こんにちは、ミフカカナニタをです。食べた。今日はカニの食べかすでカニガラ雑炊を作ります。今日は雑炊を作ります。カニのちょっと炙る。まずはカニを焼いてやります。なんとなく焼いてみました。見ての通りカニの食べかすですね。今回は白だしを使います。透明なスープにしますね。カニをよく焼いたらお湯を入れてやります。1カップ半。ここから10分ぐらい煮込んでやりました。冷凍ご飯をレンチンします。エキスがたっぷり出たんで、カニガラを取っちゃいます。この時に、こうカニのガラをフリフリして身を落とします。結構身が出てるでしょ。ちょっと煮込みすぎたんで、お湯を足します。130g ぐらい。ちょっと多い。ここから雑炊を作っていきます。土鍋で作っていきますね。うまいな。カニのエキスが出てるんで、このままでも十分美味しいんですけれども、白だしで味を整えてやります。白だしはほんのちょっとだけ加えただけです。なんか赤いんですよね、この卵。溶き卵を流し込んで、軽くかき混ぜます。弱火で少しだけ煮込みます。その前に青ネギを忘れてたんで、ベランダの上に取りに行きました。色味がいいでしょ。ちょっと少なかった。そして、いった。はい、完成です。いただきます。土鍋で作ると開けた瞬間すっごい湯気がいいんですよね。あと香りもいいです。あ、カニはもういいね。カニはさよなら。カニはさよなら。ちょっとこれはこのまま。ありがとう、カニガラ。どんな、うわ、うまっ。うまいわ。いや、本当にカニのエキスが濃縮されてて美味しかったんですよ。これ食べにくい。前回作った、なんだっけ、大根の葉っぱのナムル。
まいんだよね。ナムルも一晩置いて味が染みて本当にうまくなってるんですよね。超うまだよ。どうする？これ何回作ったふりかけ、葉っぱのふりかけ。こちらも前回作った大根の葉っぱのふりかけです。うん。本当に捨ててしまうようなカニガラなんですけれども、激うまの雑炊になりました。ごちそうさまでした。激うま。ありがとう、カニガラ。